銀幕にポップコーン,コーンはーい本日も始まりました「銀幕にポップコーン」今回は「キングダム大将軍の艦間」について語っていきたいと思います。ということで本日は私山田と竹島瑠衣さん。 よろししくお願いします、はい。こちらの二人でお話ししていきますということで、まあ「キングダム大将軍」の期間ですけれども、まあ、ヤングジャンプで現在も連載されている原康久さんによる、えー、歴史漫画「キングダム」の実写化第4作目となりますすごいですね4作漫画家、ね、漫画の実写映画でこれだけこうずっとこう50億円超えを続けておりまして、まあ、大大大ヒットシリーズと言って間違いないでしょう。 まあこちらですね春秋戦国末期の戦国七雄の時代に天下統一を目指す神王永世、えー、もうこちら後の始皇帝と呼ばれる若き王と天下の大将軍を目指す少年信の活躍を描いた作品で現在72巻までコミックスは発売されておりましてこちらもビッグシリーズですね。ということで簡単なあらすじです。 真と趙のすべてをかけた戦いイオの戦いで敵将を打った真と仲間たちの前に突如として現れた趙国の総大将宝剣え自らは武神と名乗る胞剣の圧倒的な力の前に秦国軍は絶体絶命の危機に陥ります。 そんな中戦局を見守っていた王毅は、えー、劣勢を覆すべく最強の大将軍として再び戦地に舞い戻るというお話になっておりまして、まあ、4作も続くとなるとで、ね、もしかもこちら、えー、と前作3作目から直接続くお話なんでですすよねね、うん、そう華麗に次回へ続くみたいな感じで結構大ピンチのまま、えーうん、なんていうかクリフハンガーになってしまいまして <laughs> まあ後編みたいな扱いですかね。はいはい そうですねだから第3作第作作でセットみたいなな感じにってますかねこれだけの規模でしかも漫画原作実写映画でなおかつ4作目でこれだけ話題になっているっていうのもちょっとこう「キングダム」の実写映画シリーズがすごいっていう話にまずはなっていくのかなと思うんですけれども、うん、はいいや本当そう思います <laughs> はい僕は僕はですね実は前回「ゴーデンカムイ」でもちょっとお話し、はい ね、させていたただきましたけど僕大体あの漫画を先にっていうのは映画見てから漫画読むっていうタイプでして、はいはい、<laughs> だから僕もあの後追いで漫画読んだ人間なのでなんか毎回こうあこんな話なんだって映画を見ながらびっくりしてたっていう感じで。<laughs> <laughs> だから、ちょっと本当にこう、ワクワクしながら、ずっと見守ってきた感じですね。はい、そうですね。竹島さん、以前、ゴールデンカムの時も、あの、こんなにゴアなんだって言ってびっくりしてましたもので、ね <laughs>、ゴアでしたね。うん、で、実際、あのキングダムも漫画結構ゴアだと思うんですけど、ああ、まあ、確かに、うん、まあ、映画版だとちょっとそこはうまく。 緩和されてるっていうかう、ね、柔らかい感じになってましたかね。うまく映している感じであ<れ>まあね72巻も続いているとなると、うん、本当にこちら大人気シリーズでアメトークなんかもねキングダム芸人なんかをよくやって,やってましたね <laughs> やってたりして本当にみんな夢中にそれこそ老若男女って言って差し支えないですよねこう題材が題材なだけにこう、うん、年配の方も若い方もみんなこの漫画読んでるっていうところでマン、うん、を実写の実写映画がここまでの大ヒットっていうところでまあ。 『ゴールデンカムイもすごかったんですけど『キングダムはなんか』は何というかまあ『方賀史に残るさん然と輝く大作シリーズになってますよね今。いいやなってると思います、はいまあ、出てくるキャストがとにかく大河<や>ドラマ級に超豪華で,で絶対ヒットしなきゃいけないシリーズで,でちゃんと面白いっていう結構僕拾 <laughs> いないシリーズだと思いますねはい。 そうですよね。これだけの規模で,でまあ一作目からすごかったんですけどどんどんね、まあ、昔の戦いって何というかその中でこれをきっちり映画として落とし込んでしかもこうお話として破綻なくまとめるっていうところもすごいですし本当に画面にずっと主役級の役者が映ってるっていうのもちょっと異常事態なんですよね。<laughs> 異常事態ですね。と <laughs> <laughs> いうところでね今回はえーと大将軍の帰還最終章と銘打たれているので一回、まあ とん区切れなのかなとか見てる方は思うんですけども、ちょっとどうなのかなというところも含めて、まあ、えっ、ー、と、はい、前半はネタバレなしのお話をさせていただきます。えっ、ー、とまあね、新のね始皇帝になるって最初に言ってしまったので、新が天下を統一するのはね皆さんご存知かなと思うんですけれども、<laughs> ねはい、<laughs> 思うんですけれども、まあ映画の内容についてはえっ、ー、と動画の後半でネタバレありのお話をさせていただきたいと思います。 はいといととうことで、まあ、最初はねタバレなしで全体の感想を話していきたいなと思うんですけれども、まあ、もちろん内容に関してはね全3作から続くような形で今回はよりちょっとスケールアップしつつ、えー、と今までかなりインパクトを残してきたというかこの映画のシリーズの顔といっていい大沢たかお演じる大きがね、えー、フィーチャーされて大活躍するんじゃないかなというのは分かってたとは思うんですけれども、まあ、全体としていかがでしたか今回。いや あの大沢の映画でしたかたそうですよ、ね、<laughs> <laughs> あそれはまあ分かっていたことでしたけど、はい、よくなんかシリーズものってなんかこう過去一番スケールアップしてますみたいなそういうなんかキャッチフレーズとか踊ることよくあるじゃないですか。はい僕は このシリーズって本当にそれをなぞってる気がしていて言うはやすしやるはかたしっていうやつですねでも。本当にそれを実行しているなと思っ原作はそもそもそういう内容だからっていうのはあるんでしょうけど思い返すとあのキングダムの第一作目ってえっとなんだろう関陽っていう街を奪還するために山の民と協力して 手勢わずか50人で塩、まあの中でバトルするって話だったじゃないですか。でそれが「キングダム2」の遥かなる大地になるとえっともう平原で戦うちょっとスケールアップしてるんですよね。い で僕、ここが実はこのパート2が一番好きなんですけど、個人的には。あ私もそうなんです本当に大傑作だと思ってるんですけど、はい、何がすごいかって、戦略上、優位となる丘をいかに奪還するかっていうところに、割と話を集中してるところ、非常に素晴らしいと思っていて、あと、個人的に、あの、奥から。 電車隊がやってくるシーンがあるんですけど、はい、あれ絶対ロードーザリングオンの機械に出てくる巨大なゾーに乗ってきた軍隊みたいで<あ>かっこいいなとか思ったりってちょっとなんかそういうエッセンスを感じたりとか、はい、で運命の炎になるとこれ二部構成になってるんですよねこれは。はい、<の>私も知らずに見に行ってびっくりしました <laughs> びっくりしましたよねはい。あのその衛星があの始皇帝の衛星がない時にあの闇一生人の鹿っていう、はいえっと、アンさんが演じてらっしゃる えー、人にの協力で超から真に脱出するっていうシーンがあって、うん、これが完全にマットマッックス自国のデスロああなるほど完全にただいかに逃げるかっていう <laughs> これがものすごく面白いくてでそのっ、えー、とにバチョウの戦いに話が移行するんですね、うん、だから2つの面白アクションを ななんか2つ並べてててる感じが素晴らしいなって思ってて全部アプローチ変えててでスケールアップしてるっていうのが本当素晴らしいなと思っててでいよいよ今回の大勝負の期間となってるんでで多分今までで一番上位時間も長いですよね。そうですね今回が、うん100えー 40何分分ぐらいだった気がするです,分ですねわ、はい、あの、まあ、さっきもおっしゃったように大沢たかおがもうめちゃめちゃ無双してるんで、はいまあ、初めて僕らは王毅がどれだけそういうかを思い知るわけですけど <laughs> う<ん>もうそれだけでももう一大スペクタクルって感じで僕はもう爆上がりでしたねはい。 すすごいですよね、まあ、今作、うん、王毅がどんくらい強いのかってもうずっとね「うふふムふふって笑ってる王毅がなんか強そうなオーラはこう感じるけど <laughs>、はい、どれだけなのよっていうところを、まあ、皆さん3作貯めたので4作目で爆発させますっていうこうなんていうかこのサービス精神すごかったですね大沢隆夫すごかいや本当に逆に僕はお聞きしたいのは僕は漫画から入っていないので。はい その王妃大沢たこがやってるってところを、漫画から入ってらっしゃいますよね。はい。はい、どう思われたのかなとか、すごく僕は興味があるんですけど。いやなんか最初は、なんか大沢たこってそれまでの、なんか結構不思議なフィルムグラフィーだったと思うんですよ。なんか不思議な。役者としてどう捉えていいのかわからないっていうところが今まであった中で、大木が大沢たこをって聞いて。え、なん、なん、何をみたいな感じがしたんですけど、なんか見れば見るほど、ちょっと。 なんかあ最初から大沢たかおだったみたいな感じがしてくるんですよね。で結局このシリーズってなんかこうインターネットとかでこう紹介されたりとかする時ももう基本的に大沢たかおのビジュアルが多分あの主役のシーンより出てくるじゃないですか。でんか見てると何ていうかこの漫画ってその体を強いやつは 大きく描けば強く見えるっていうのが、魔法みたいにできちゃうところが、キングダムあると思うんですよね。その原先生の,その画力っていうところもありつつ、そのメリハリの部分で,で、みんなでかいじゃないですか。強い将軍って、で、なかなかそれ、映画でできないなと思いつつも。大阪川はなんかすごい。腕もぶっとくて、なんというか明らかにそのでかくなって。 る感じが本当にすすごいなと思ったんででよね、うん、で結局その大里香が時の声を上げたらみんなこうテンション上がるみたいなのの説得力すごいじゃないですかこの映画って。確かに <laughs> <laughs> でも喋り方てちょっといつも面白いなと思ってちょっと笑っちゃうんですよ今回もなんかシリアスなシーンでもちょっとこうフックスってきちゃうような感じが。なので原作版は最初は多分「え大沢 みたいな感じだったと思うんですけどもう今このいつも腕組み <laughs> 広報将軍感がもうみんな多分馴染んでしまったのでやっぱりその役者さんの演じがちっていう感じしますねここ4作見て。いや本当そうですよ、ね、なんか最初は違和感があっても<あ>なんかちょっとだったらもうそれがデフォルトになってて、はい、もう今はそれ以外考えられないっていうなんか。 昔の例でで申し訳ないですが僕は昔古畑任三郎における田村正和の演技を見て、はい、なんか不思議な芝居するなと思ったけど <laughs> 今ではもうそれしか考えられないみたいないするんですけどす、ねはい、なんかそれになんか「<laughs> わラビシンみたいなあの,あの言い方はもう大阪公しかできないみたいな素晴らしいいですよね <laughs> はい、なんか漫画キャラやっぱりね実写漫画をじアニメにするのはまあみんな自然に受け入れられると思うんですけど実写 っってていいうう目って未だに強いと思うんですけれども,、まあ、でもこれだけできるし明らかに違う味付けが入ってるけど実写にする上ではあ全然普通みたいなののこの魔法みたいなものってやっぱりこの独特のこう漫画の実写化する時のこう味わいだなと思ってすごいいいですよね。いやいいですね。 ちょっとこうエモい大沢たかが見れるので<う>なんかそこも割と胸厚な感じでしわねんなんか今までのこの大沢たかであんまり見たことなかった演技ですよね。割とこう落ち着いた男性みたいなのが多かったりとかあ<ー>まあ恋愛ものとかが多かったりする中でちょっと劇場をこう出しながらちょっと自分の中の情愛みたいなものがにじみ出るみたいなのってあこんな感じの人なんだっていう部分もあって本当に 大沢孝子に始まって大沢孝子に終わるっていうこの映画シリーズが多分そうなんですけどね <laughs> 一応なんか最終章って言ってるけどそれは大澤隆夫として大、ね、<laughs> <laughs> 大きい大きい大きいレガシーみたいなのの最終いレガシーですい。でその最初の第一作目はそのシーンがあの大将軍を見てああなりてえなって思って始まるっていうこの映画のこう始まり方だったと思うので、まあ、本当にその意味では大澤隆夫演じる大きがこの なんていう空前の対策ほうがを貫いてるっていうのもちょっとすごいですよね。<laughs> 素晴らしいですっていうか。はい、この映画は。キャスティング素晴らしいです。いやもう本当にずっと主役っていうのもあるんですけど。みんなそれぞれ、あそのキャラクターだなって納得しますよね。<laughs> 納得します。で。はい、ちょっと僕が一番好きなキャラクター言っていいですか。あ誰ですか。もうビヘイの岡山天音なんですけど。あーあー。 でも最近私アンメット見て <laughs> <あ>、はい、この人と思ってすごい感動したんですよね、はい、あのもう一回映画見直した時にやってたと思って <laughs> 結構いろんな映画で脇、はい、役多いですけど出てらっしゃる人ですけど、はい、なんかこの手の映画とか漫画って、まあ、主人公がすごい超人的能力持ってるんで、はい、なんかちゃんと観客目線というか読者目線の等身大的キャラが必要だと思うんですよ。はい、それを演じて 体験してくれてるのが僕は美兵だと思っていてんなんだろうお前らやべえよとか嘘だろうみたいなことを言ってくれるんですよそれって僕らの気持ちなんですよね <laughs> ああなるほど確かに<で>はい、うん、なんかその言い方とかタイミングがすごく上手でこの人笑いになるんですよちゃんとそ,それが素晴らしいでこの人まあ一応あの美党っていう あの三浦貴弘さんが演じてらっしゃるビットのお兄さんっていう設定なんですけど実際は三浦貴弘さんの方が多分9歳ぐらい年上なんですよおーなるほど <laughs> 兄弟と設定にしてはちょっとなんか無理があるんですけど、はい、でも見えるんですよちゃんとそういうふうに。なんかねこの二人を兄弟にしたキャスティングはちょっと僕は個人的に神がかってると思ってと思ますそうですよねしかもなんというかもうずっとこう第一線で活躍されててその非身体の面々が。 すすごい魅力的なんですよねこの映画んかなんていうかその先ほど言っていた美,美,美兵がそのリアクション係だとするとこちらこう解説してくれる係でしかもなんかすっと入ってくるんですよね。本当にに、まあ、最初5兆5人こう5兆5人隊のの兵でこうなんていうか頼りになる けど頼りない上司みたいな感じがすごいハマってて <laughs>、そうなんですよね。はい、か、うん、あどうぞどうぞ。はいや、のキャラクターの配置とその俳優さんのこう,うん、うん、なんていうか当てがきじゃないですけど逆当てがきみたいな感じで、うんうん、キャスティング本当にもうずっとシリーズ重ねるごとにうん、うん、あこの人来るんだみたいな。私今回あのまあ前回からですけど、翔平くんの玉木宏氏のなんかすごい説得力っていうのがう。<laughs> そんなに出番ないんですけどなんかこの人が話せば話は進んでいくしなっていう感じがすごくて確かに軍師っぽいですもんね。い、ね、みたいなしかもちょっとこう漫画っぽい感じがするじゃないですか玉置浩さんって漫画っぽいで言うと僕ねすごいびっくりしたのがこれも前作からですけど「ーモーブ」っていう平山祐介さんっていうお客さんが出てらっしゃる。 はい、あれ漫画のまんまだったんですよ。<laughs> そうでとか、ね、<は> <laughs> 漫画のイメージがそのまま出てきたのシンクロ率100%だったんですよモーブんかあの巨大なこう土みたいなやつでこう敵を叩き倒すっていうキャラクターだと思うんですけど普通の人間は無理やろみたいな感じがするんですけどなんかあできるよなこの人だったらっていうのすごいですよね。<laughs> 素晴らしいです <laughs>、はい あの飛身隊にあのなぜかレスラーの真壁峠さんいいらっしゃっん真壁さんんん素晴らしくななでですすかかあに演技まあ、それはねのアメリカはそのそのドロック様とかジョン・シナとかね今活躍されてるのででも割とこう日本のこうレスラーの方って色、まあ、結構鬼門だったんですけどあアメリカもねパルク・ホーガンとかいろいろもうまくいかなかった例とかあるんですけれども<ー>でもちょっと素晴らしすぎましたね。 いや素晴らしししいですよ、はいはい、びっくりしました、はい、ただしかもあのちょっと最後前作の最後で宝剣が出てくるじゃないですか、はい、でも,でも若部闘技がいればなんとかなるのではみたいな感じはちょっと。正面からいけばいい大丈夫なのではみたいな感じがしたのが <laughs> あよく、ね、て <laughs>、はい、正面から当たれば結構大丈夫そうな気がするみたいな。<laughs> いやーなんかね多この映画はんかはあの役かっこいいよねがずーっと喋れる映画いうがいいなだって教会役のせい野ななさん最高だなと僕思ってて、はい、何がいいかって僕個人的に走り方が好きなんです、ね、<laughs> その教,会教会の走り方ですよね。<laughs> 教会のあのみんなが両腕をこう何かぶんぶん振り回して走ってる時にあの教会だけ腕を下ろしてスタタタタタって感じで走るんですよ。 あれがね集団の中で一人そういうビジュアル超かっこいいんですよね、うん、なな走りっていう意味ではこの映画って私はあの漫画から比べてすごい素晴らしいなと思ったのはその意外とその映像表現の得意分野として走るシーンっていうのはすごく漫画 よりもずっっとこう得意だ,だなててていうのを改めて感じて、はい、やっぱり、はい、<laughs> それやっぱりその連続する時間とそのフィルムがカメラがずっと追っていけるっていう一つの優位性だと思うんですよね映画の。で今回もあのシンって私あの漫画見てどういう戦術とかどういう戦い方が得意なのかなって分からなかったんですけどあの2作目を見た時にあシンは走ることができる戦士なんだって思って納得したんですよね。はいはいはい でそういう意味ではその漫画を完骨脱退する上で映画ができることっていうのをきちんとキャラクターに落とし込んで、えー、表現しているっていうのがこの映画の素晴らしいところだなっていうのはちょっと感じたんですよね。なるほどちゃんとそこは佐藤慎介監督が走るっていうアクションにきちんと関係しているよっていうことですね。そそそううででですすね。ののの戦場っていいもものの広さもそれでわかか。かるじゃないですか、うん、確かに。 うん、で漫画っていうのはコマの連続でこう時間をこう区切ることができるっていうのが得意なんですよね、そのいっぱい人を描いたりとか、まあ、これは原先生の作画の凄さもあるとは思うんですけれども<ー> <laughs>、はい、そういう意味では、だから私、映画の漫画のシーンも好きですけど映画もなんか、漫画のシーンとは別の感じで好きっていうのありますね、うん、だから映画の優越性ってものをきちんと作り手が受かった上で、うん、落とし込んでる感じがするってことですはね。はい あのそれはすす。ごいわかります、はい、なので、うんこ,ま、ここまでその映画として認知された多分だってまあ長大なシリーズですし漫画の原作読んでないっていうお客さんもたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、それでもやっぱりみんな見に行くっていうところが、うん、やっぱこういうところにあるんだなっていうのすごい納得しましたね。まさに僕みたいに漫画読んでなくても,もう楽しみに見てる人も <laughs>、まあ、後で読みましたけどいますからね。はい まあ一番ね大変なのはこの72巻続く中でこの「キングダム」というシリーズがどうなっていくのかっていうのは気になるところではあるんですけれどもそれじゃあそのネタバレありでちょっと今回の映画のね大沢たががいかにすごかったのかっていうところも含めてね <laughs> ちょっと語っていきたいなと思うんですけどどこからどこまで描かれるのかっていうのはちょっと予告編を見ればね原作ご覧になっている方はなんとなく想像つくかなとは思うんですけれどもはい、はい、じゃあネタバレありの、はい、お話をさせていただきます。はい はいということで皆さんご覧になったと思うんですけれども、まあ、本当に劇場もね老若男女その結構ご年配のご夫婦とかもいらっしゃって、ね、なんか本当にこうみんなが見る映画になってるなっていうのは改めて感じましたけれども、まあ、今回大沢たかおの、ね、まあ前回がその、えー、と真の始皇帝がいかにして真の始皇帝になったかっていう話をね「かっていう,こう商人の話と絡めて。 うん、語ったように今回はなぜ王毅が王毅大将軍になったのかっていう話を、うん、えと過去の話として、えー、と今回またやっているという感じで割とこう前作と何ですか対になるような構成になってましたね今回は。そうですね回想というものをどう入れていくかっていうところですよね、うん、だから今回で言えばその「旧、えー」っていうのははい、はいえー、女性将軍とかいいんですかね。そうですね がまあ悲しい死を迎えていて、まあ、そのまあえっと因縁があったよっていうところが明かされるっていうところですよね。なかなか今回それ難しいなと思ったのは前作も結構賛否あったと思うんですよね。その死下の話ってもうなんというか映画の連続性としては結構話が止まる部分だったと思うので今回もこう中盤の結構大事なシーンでーえっと過去の話をがっつりやった後あとはもう。 重ねててていいいくくよううな形ででやっていくっていうところで、まあ、ささ終盤の,その過,去と過去の王旗と現在の王旗を重ねる演出素晴らしかったなと思いつつも、まあ、やっぱりそこはもう漫画がの描き方というか、うん、今漫画って本当に話を進めたらその敵キャラの敵キャラとか脇キャラの過去を掘り下げる話が3週間ぐらい続くみたいなのが、はい、本当になっているんですけれども、まあ、なかなか難しいなと思いながらも、まあ、やっぱ荒、うん、木優子さんの「今日」 うん、がものすごくなんというか Q がなんかすごい説得力があってワンダーウーマンみたいだなと見せて思ってたんですけど確かにそうなんですね衣装が似てて確かに はい、ちょっとこう将軍としてはちょっと怪我し,ちゃしないかな大丈夫かなっていう実写で見ると不安になるってあるじゃないですか <laughs> そうですね、はい、すごいあの傷を治してもらうんですけど大きにまあでもなんか <laughs> 親,親だったらもうそんな格好してるからだよ長袖着なさいって言いたくなるよなと思って <laughs> どんな店 <laughs> で思ったりなんかして <laughs> はいまあでもその今回大きな,なんかよく分かんないキャラだった大きの内面がもうどんどん出てくるっていうお話でしたね いやそうですねだからもう冒頭の話戻りますけど、うん、本当に大沢たかおによる大沢たかおのための映画みたいになってて <laughs> あの <laughs> あれ山崎賢人だよねやっぱり主人公と思いながら <laughs> うなもう完全にもうずっと画面を大沢たかおが支配していく感じっていうのが、まあ、それが王毅ってキャラクターと完全に同期していてうん、うん、まあすらしいなと僕は思いましたけどね。 なんかあの一騎打ちのシーンでみんながこう周りを囲んでどうなるんだって固唾を飲んで見守るところとか本当になんかあのシーンたち戦隊とが客席に座ってるみたいな感じでしたもんね映画館の。いしかもどうなるんだろうっていうねこう決着がわからないっていうところで、うん、まあ大きこんなに強かったのかっていうのもありますしそう初めてそれが明かされるわけですよね。<laughs> うん だから僕は本当あの僕ずっとこのシリーズはもうアクションが素晴らしいと思って行ってきたんですよ。うん、でパート2の僕は基本的に最高傑作と個人的に思っているパート2はそこの地上戦の描き方がもう秀逸だと思っていていやそしたら素晴らしい、はい、もらキングダムちょっとファンになったんですけどうん、うん、僕は今回は当然アクション素晴らしいんですけどちょっとエモっていうところにだいぶ寄ってる印象があってあ<ー>それはさっき今おっしゃった。 過去に何があったのかっていうところをアクションっていうものと過去の回想シーンってものをカットバックして見せるっていうところでなんかちょっとそこの部分がだいぶ強まってるのかなっていう印象は受けました。あのはっきり言うと,、えー、と死を引き延ばすす演出がこののはものすごく強い、はいそうですね<っ>なんていうかこの割とクロスアップで人物のこう内面を描こうとするんですけど思っも。 ってる2秒長いいいんですすよねそそのクロースアップが <laughs> <laughs> それは狙いだと思いますちょっと過去の3作とは、うん、なんかそこがちょっと長めにやってるなっていう印象があったんでそれが今まで最長の上映時間になってる、うん、1あの位置になってる気もするんで、うん、なんかそこは最終章っていうところに向けて、まあ、アクションっていうものをどう見せるかっていうのはありつつ、まあ、そこの死ってものをどうエモーションを見せるかっていうところは なんか佐藤監督のなんか意図があったのかなっていうのはちょっと見てて思いましたけど、うああそうですね。今回、その非神体の、まあ、先ほどお話しした美とが死ぬっていう展開もありつつ、まあ、王毅も死んでいって、まあ、王毅は王毅で、その大切な人を失っているっていうところで、まあ、その死によって継がれていく、こう、将軍としての。 自覚信念みたいななもののがあるのかなと思うんですよ、ね、こう2作目はシンプルにこう「戦争初めての戦争」みたいなところで、まあ、それがすごい <laughs> 目標設定も非常にシンプルで「お顔取れば勝ち」みたいなところで、ええ、映画としてのまとまりも非常に素晴らしかったんですけどまあ 各キャラクターを成長させていくっていう上ではそのシーンが何を見て何を学んだかっていうところをお客さんとこう一体化させていくっていう中では、まあ、必要なアプローチだったんだろうなっていう気はしますよね。もうおっしゃる通りで、うん、実は個人的に米兵が死んでしまうシーンって僕演出うまいなってちょっと思っていてなぜかっていうとあの傷,傷だらけのその米兵が、まあ、シーンを背負って趙の軍隊から逃げ切って、まあ、力つけてて横たわってるんですけど。 その時カメラが手前にベヘ移して奥にシーンがいるんですよ。あ、ビトですね、ビトかな。あ、これトか、はい。はい。ビトがえっと<や>手前に行って奥にシーンがいるんですよ。あれ多分漫画だと逆だった気がするんですよ。最初の並びと多分。そう、僕も有名な人なんですけど、はい、多分なぜかっていうと、えっとビトは右の腹あたりから血が出てるのを抑えてるんですね。だから奥にいるシーンはそれが見えないんですよ。う 気づかかないいいいってうううう演出をしたいから多分そういうだからなんだろうマジで俺封建やっつけてやるみたいな話をしてて、うん、全然気づかないからシーンは彼が深で追ってることを。で途中で瀕死の状態であることに気づいて、まあ、死んだと思って叫んでたら実はちょっと生きてました生きてましたっていうちょっと急に何か望ん,で <laughs> 望んでなかったほっこりシーンが急に終わって <laughs> おっと思うとやっぱり死んじゃったみたいな、うん、ちょっとか。 感情どうすればいいんですかモードになるんですけどでもねこれ結構尺取ってますよねここはいここも非常になんか暗,く暗いんですけどまあちゃんと見,え見たいところはちゃんと映るようにな照明にもなっていて、まあ、なおかつそのフレームの魔術ですよねその映ってないことはお客さんにとっては存在してないんだけれども,もう確かに進行しているっていうのこの、うん、気づいた瞬間にショックを受ける残酷さみたいなことですよねいや本当にだからそこは非常にうまいなと思いますし。 まあ実際そのまあ王毅は多分僕の体感時間では買った中思いっきり体貫通してから20分ぐらいは生き残ってた気がしますけどその間に真に大将軍と何かを解き家臣に熱いメッセージを送りやることを全部やり尽くしてから死ぬっていう。 結構,結構生きてたたななみたいないやでも昔の戦国武将はやっぱりそれくらいね気合いで生き,生きるっていうのはあると思うんですよねやっぱねカンとかもそうだと思うんですけど<そう> <laughs> あ確かにそう,そうああの武蔵坊弁慶とかそう武蔵だから昔の時代劇って割とどんなに嫌が打たれようと <laughs> なんか刀で傷つけられると結構延命して何かいいことしゃべって死ぬみたいな時代劇昔あったんですけど。うん、はい で、なんかそれってどうなのって言って、なんかだいぶそういう演出ってなくなった時代がありましたけど、なんかね、復活した感がありました。<あ>ここまで延命してくれるとうーん、いや、でも私も思ったのは、これって多分、ヨガヨなら時代劇で、はい、あの映画撮られてたなと思ったんですよね。そうですよ、ね、このうん、すべ、うん、てのこのリッチさとか、こう、合戦のシーンとか、うん、多分ね、うん、それこそ戦国時代の話とかを、まあ、うん、おそらく日本でまだこう、今結構ね、時代劇ってちょっと。 縮小傾向にある中で、うん、でも古代中国っていう漫原作漫画が大人気っていうのがあれば、これくらい取れるんだ時代劇ももしかしたらっていうふうにはちょっと見ながら思ってましたね。わかります。だから昔のオールスター時代劇感みたいなことですよね。はい、いやすごいわかります。<laughs> はい。まあ、でしかも時代劇ってその将軍ってこの 刺されてもなんか気合が切れた時に死ぬみたいななんか独自ルールみたいなのがやっぱりあるっていうもんですよね。なんか魂がつけたみたいな。そう,そう,そうあなるほど。なんか納得させられるというかこれだけのことを成し遂げて、うん、役者がこれだけすごい演技したらあの死ぬまでにもこれぐらい時間かかりますっていうのもすごい納得いくというかそのそれこそこ映画が持つエモーショナルな力プリミティブな力みたいなものをフィルムが信じてるなっていうのはちょっと思いましたね。ああなるほどねいやらしいな、はい、やそうかもしれませんなんかそうですね。 まあ、ある意味でで映画的っていいうことかもしれないですよね、うん、でちゃんとそれになんだそのエモさに感動してる我々もいたりするんで、うん、だから分かんないですけど過去の、まあ、こ今回含めて4作の中で一番泣ける映画には結果的になってるかもしれないですね。うん 結構私もその王毅将軍って今の基本はちょっと喋り方が面白くてちょっとフッて笑っちゃうんですけどそれでもこうフッて笑いながらちょっとこみ上げるみたいな感じがあってちょっと不思議な感じですけどやっぱ何度か泣きそうになるシーンってありましたよねあれはでもやっぱり王毅将軍のあの変な喋り最後なんか「バカ者」とか言って死んできましたけどなんかそれ「それバカ者」って言うんだっていうちょ,っとちょっと半笑いとでも泣いてるみたいななんかいろんな感情がないまぜになった感じみたいなのがあって。うん あれが本当に熱い男が熱く死んでいくだったらちょっと引いちゃうかもしんないけどあのキャラクターだからいいい感じの塩梅だなと思いましたから、ね、うん逆にその漫画チックな部分がこの現代のこう我々のリアリティを助けてくれるというか, <laughs> あか感性としてねそういうふはい言っんですね。何ていうかあなんで作り物だけどこう。 向こうがこう盛り上がりすぎると、ちょっと冷めちゃうことってあるじゃないですか、もう最近って、はい。はい。そこをちょっと回避してるというか。いや、回避してると思います。はい、まあ、ちゃんと、まあ、原作は実際そうなんだっていうことなんでしょうけど。 多分作てもそこはすごく分かった上でじゃあこのキャラクターだから、うん、まあ20分ぐらい生き残っていいこと言っても大丈夫だっていう <laughs> これ全然僕悪口じゃないですよすごく僕はポジティブに受け止めてますけどうだからそういう計算があったと思いますけどね。そうですね。漫画だとやっぱりその時間経過って分かんないんですよね駒、うん、の動きからは何分経ってるかっていうのは分からない中で、うん、まあでもこれだけ引き伸ばしてちゃんと書くっていう。 判断をしたっていうことはすごいですよね。この映画を作る。はい。ですよね。まあしかもそのやっぱりクライマックスはここだろうなと思っていたところ大将軍の景色をシーンが見せてもらえるっていうところはやっぱりなんかこの映画館のスケールで見ると漫画とはまた違った感動があるんですよね。いやーそれでね実は僕一個すごく言いたいことがあって、はい、今なんかちょうどいいパスし,、はい、してくれたなと思ったんですけどその大将軍の景色っていうところって。 何が見えるかっていうとあの時だから背筋伸ばして深呼吸して目を閉じろみたいなこと言うん,んですよで、まあ、そのあと目を上げたらえっ、ー、とまあ一生懸命活路を見出そうとして戦ってる味方の背中が見えるんですけど僕ね今回の第4作を見てて背中の演出がうまいと思ったんです、ね、ああなるほど。で僕まずそれどこと思ったかっていうと弟,弟が尾藤でしたっけはい尾ですねこう亡くなっっちゃった方が 死んだことを知った美兵を、クローズ、顔のクローズアップじゃなくて、背中のアップで見せたんですよ。あれは、いや、でも、背中の演技。すごかったですね、<う>あれは。しかも、えっ、ー、とね、ゆっくり背中にピントがあってみたいな演出したんですけど。あ、こう見せるんだと思って、あれは悲しみを。僕らが想像するしかないじゃないですか。顔が見えない分、あ、僕、素晴らしいなって、あの時思ったんですね。で。 全然違う意味で背中を見せてるシーンがあって僕ちょっとびっくりしたのがあって小栗旬が演じるリボクって言いますよね <laughs> で長を率いる名軍師であるってことが途中で分かって、はい、彼はそのリボクなんだっていうときになんか馬に乗ってゆっくり進んでいく様子を小栗旬の背中で越しで捉えてたんですよ<ー>はい。なんかね要所要所背中っていうところをどう見せるかは なんか考えてたんじゃないかなと思って、ところは過去三作はそれは全く思わなかったんで、ちょっと四作目はやっぱりエモっていうところに直結してると思いますけど、はい、なんか計算して投う演出したんじゃないかなっていうのはちょっと見てみました。その感情の主体のキャラクターをあくまで見る観客としてのこう余地を残すっていうところなんですかね、ま、そこはそ。まさにそうです。あ、でもそういう意味ではその映画の中にそのこの戦いを見てどう思うっていうところのその百。 死神体だったりとか関与に残されている人々だったりとかのところの,、うん、このた戦地の中にある人を見守るあの象徴的なのはあれですよね美兄弟の帰りを待ち望んで祈る二人ですよね、うん、一生懸命祈てましたねあの二人とかああいう視点もあることでその歓喜されるエモみたいなものを この映画はもしかして撮ってるんじゃないかっていうところですよね。いやもうおっしゃる通りだから映画もが立体的なんですよね。いろんな視点があるから素晴らしいですよねそこね。いやまあ、ここまでねこう映画としてもキャラクターを育てたからこそとはいえやっぱりなんかちょっとこうフィルム自体に自信がみなぎってる感じはありますよねでも。いやもうそうですし <laughs> 今えっとこれだけのオールスターが集結した。 うことなきアクション映画一大エンターテイムメントを撮れる人ってそんなにないと思っていていやいやそうですねまあいろいろねこうなんていうスター監督みたいなのってすぐには思いつくんですけどこの規模のスケールの発撃を撮れるかっていうとちょっと名前出てこない感じますよね。名前出てこない感じするじゃないですか。佐藤信介さんは本当素晴ららしいここれからもの、ねうん、の規模の まあ多分相当体力とか気力とか消耗しちゃうんでしょうけど<や>取ってほしいなっていう気持ちが。 あの昔そのレッドクリフ見てたんですけど <laughs> はいジョン・ウーノ <laughs> ジョンウーノであの何ですかね撮影秘話ドキュメントみたいなのがついてて DVD で、うん、もうほに大変そうでみんながどんどん憔悴していくんですよねもう台風でセットが壊され <laughs> ああそうですそうです、うん、で役者が生き埋めになりみたいなのがあるんですけどそんな大変で最終的にはそのオールアップがあの「フィルムが足りないからここで終わります」みたいな感じになって。<laughs> <laughs> 終わるみたいな感じ <laughs> だったんですけどすまあでも本当に映画を一本撮るって寿命を削る行為だなっていうのは思っていてしかも対策の屋外のしかもなんてでうか泥だらけになりながらこう役者さんは出番を待ってみたいなところを考えるとでそれの責任を一手一手受けるのが監督っていうところで言うともうこの。 漫画やっぱ72巻まで出てて多分折り返し地点をちょっといったところくらいみたいな話をちょっと聞いたんですけれども <laughs> <laughs> なんかインタビューか何かで、ねはい、そう考えるとやっぱ「キングダム」を撮り続けるっていうのはちょっと本当に大変なことだなっていうのを今回すごい思い知りましたねあの何でしょう山田洋次が寅さんを毎年撮るとちょっといくら違うと思っていて。<あー> <laughs> いやあれも大変だと思いますよ当然あのいろんいろなご苦労があるとは思いますけど。 ちょっとスケールの違う感じがするんでそれをだってこの56年で4作ですよねちょっと尋常じゃないと思いますね。もうしかもね山崎賢人もいろんな大変な映画を撮ってもう体もダメージ大きいと思うんですよねあんだけアクションしたら、ね、スタントの方もはいいらっしゃるでしょうけどうんっていうことを考えるとなんかすごい本当にこう日本映画の第一線 何って聞かれたらキングダムって答えちゃうなっていう感じはありますねいやありますだから今日本のその映画のおける、はい、いわゆる雑エンターテイメントっていうところ最前線は間違いなく僕もキングダムって言いたいですね、うん、それだけのパワーをこの映画は持ってると思います、うん、だってまずこの映画何がすごいって主題歌がすごいですよああ、そうですね今回はワンオクですねそうで第一作もワンオクだったんですよはい 「Wasted Nights」って曲だったんですけど、はい、で僕あの昔ちょっと主題歌に関する記事書いたことだったんですけどめっちゃ作品のテーマにリンクしてるんですよ歌詞がうわなんかそれがエモいなってちょっと個人的にその第一作の「ワンオーク l クの曲って「Don't Be Afraid to Dive」「飛び込むことを恐れるな」っていう歌詞があって も直接的ですねめ,めっちゃ直接的じゃないですか <laughs> 大将軍になるための第一歩歩み出すシーンのエールじゃないですか。はい、でパート2の「春るからの大一なんてミスチルの「生きろ」ですからねお<ー>。その日が来るまで生きろ生きろってもう櫻井が叫んでるわけですよ。で映画でも協会が「だってお前まだ生きてるじゃないか」ってあの仲間を嫉妬する叱妬激励するシーンがありましたけどもう完全にこれエールですけど。 僕がびっくりしたのは第3作の「運命の炎」なんですよ。歌田ヒカルだったんですよあいや私は見終わってから「宇多田ヒカル」が流れてるってすごいびっくりしました。<laughs> びっくりしますよね。で「ゴールド・パターン・日まで」っていう、はい、しかも R&B のバラードなんですよあれ。はいはい。エモイロックから急に宇多田ヒカルになってでも、うん、歌詞で「なんか消えないよあなたの隣で見つけたもの」って歌詞があってそれだけ聞くと、うん、なんか恋人との間に見つけたなんか,かけがえのないもの的な感じがするんですけど。うん 冷静に考えると多分衛星が自分の命をかけて守ってくれたしか<ー>アンさんの言しかのことを思ってで俺は誰よりも偉大な王になるっていうことを約束するシーンと多分つながってるんですようーんなるほどで今回ワンオークに戻ってきたとワンオークええー、デリュージョン・オールそうで「It's time to fall back or shoot」っていう歌詞があって はい、撤退するかもうそのまんまですけど<笑><笑>ん。まさしくですねこ <laughs> んなに主題歌の歌詞とその映画のテーマが密接にリンクするシリーズも珍しいなと思ってるし、まあ、一応今回、まあ、僕はこっちだけもっと続くと思ってますけど、まあ、一応最終章と目打ってるから、うん、ワンオクで始まってワンオクで終わってるんで、まあ、ちょっとつながってる感もあるじゃないですか。 ななんかね運命なかね確にちょっとじゃあもう本当スタートとゴールを一回それこそね最初は「大きいで始まり大きいで終わるで」で今回ねあのエンディングがその思い出アルバムみたいな感じになっててびっくりしちゃったんですけど前作はね「こう続きはこうで」みたいなあの MCU の「こう 次回作のこう引っ張りみたいな感じだったんですけど後、はい、んと皇輝とのこう思い出みたいな感じになってたのでまあ一旦締めても大丈夫だようには作ってるっていう感じでしたよね。そうですね、はいはい、4対3ぐらいの比率でちょっと何かこう画質もなんかすごい昔の写真みたいでなすごい意味,深だな、はい、意味深だなと思って見ちゃったんですけどす、はい、だから終わってもいいしまあ、うん、多分興行収入によるんでしょうけまど続く。 聞いてもいいし、まあ、ちょっと一旦どっちでもいい風にしちゃったんでしょうけど。そうですね。うん、まあ、その、まあ座組は、まあ、佐藤監督がいないっていうのはまず考えられないと思うんですけど、まあ、ちょっとエグゼクティブ的な立場になるのかなとかね、うん、ちょっと一回組み直すのかなっていうかん想像もしつつですよね。いやー、なんかトンマナがここまではっきりしていると <laughs>、はい、なかなか難しいですね。他の監督さんがやるっていうのもの、うん、で、他の。 役者さんがちょっと今まではこの人でしたけどこの人はやりますみたいなもう難しいでしょうしいやそうなんですよそう一度に変えさせるっていうのも <laughs> まああのなんか「スター・ウォーズ」の新しい。 このシクエルの時も大変だなと思ったんですけど、はい、それと同じくらいやっぱ大変じゃないですかどんどんねそのあのキャラは今度はこっちに行って戦場で今度はこの役者と一緒にいてみたいなのってもうちょっとパンクしちゃううと思うんですよね <laughs> んひょっとしたらあの「ド、え、ゥ、ー、ニーヴィルヌーヴのデューン」みたいな感じであれって最初から全部作る予定じゃなくて第一作作って。 えっとそこそこ人入ったら第二弾作りましょうで第二弾作って、はい、まあ人がヒットしたら第三弾作りましょうっていう感じでやってたらしいんですけどはいなんかそれと同じ感覚で今度はやろうとしてるのかもしれないですか、ね、あ<ー>まあ絶対50億いくと思いますけどどう考えてもですねこの内容で確かみんなが一番見たかったね大きな活躍ですからね <laughs> それはもう絶対劇場で見るしかないですよねクリーンでね大きなあの <laughs> 大立ち回り見えるんですからいやーかいでもいやアクションもよくて本当にあの、うん、なんていうんですかもう本当あの佐藤監督あの三国武双のねムービー作ってるっていうところでねなんとなくもう本当つはもう作ったことあるよみたいな感じはあると思うんですけれどもずっとグラム作ってる間も、うん、まあでもあの、うん、やっぱ中国で作られるようなこの武教映画なんかでもまあああいう大立ち回りあると思うんですけどこ,んこれだけ大きな獲物でめちゃくちゃ、うん。 こうアクションの設計図がしっかりしていてしかも何ていうか、うん、漫画みたいな武器を使って戦うっていうのをうと <laughs> なんか、うん、あんまり見たことないというか初めて見たかもぐらいの感じのその,大きなの一騎打ちすごい見やありましたねなんかこう割とシーンが誰かが戦った時と五みたいな感じになるんですけど五、うん、と五の戦いっていう感じがして。<laughs> <laughs> なんか一振りするだけで周りの人吹っ飛ぶみたいな感じというか <laughs> もうそれがものすごくええまあ非常に漫画的といえば漫画的ですけど何かなんか今まで積み上げてきたトンマナがあるから僕はねなんかそれは嘘っぽく見えなかったですフェイクには見えなくてちゃんと力のある者同士が戦ってるんだなみたいな感じたんでいやーああげーって感じでしたよ。 音響も良くてなんかあのそんなにドルビーとかではない劇場で見たんですけど、えー、結構あの震えがすごくて低音のいい劇場でちょっと見たいなと思いましたね確かになんか、えー、と向こうの丘からなんかこう大軍団がやってくる時の馬のひの音とか、うん、そういうのはすごい効果的だった気がしますね確かに、うん、でもあの大軍団のところさっきあの 最初の方で指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングの話しましたけど、本作もすごいロード・オブ・ザ・リング味感じました、私。だってタイトルがそうですよね。あ、そうなんですよね、そうそう。期間と大職の期間だから、ね、<laughs> 絶対僕はそこかロード・オブ・ザ・リングを意識してると思いましたけど、<laughs> <laughs> 絶対ロード・オブ・ザ・リングだと思います。ロード・オブ・ザ・リングですよね。いや、はい、でも本当に日本で、それこそさ当時ピーター・ジャクソンが撮った、もう本当に空前絶合のスケールのファンタジーを撮った、 のの今日本でで同じくらいのスキルで取れ取ってしかも全然大将軍の期間本当に王の期間くらいすごかったよって思えるっていうのすだからそれだけ多分「ロード・オブ・ザ・リング」っていうあのピーター・ジャクソンの映画一つのなんかデファクタースタンダードになってて、うん、一期当選ってどう描くかみたいなことをなんか一つあり方を提示したと思うんですよ。うん 意気当選ってなんかそいつがいるともれなく前の人間が吹き飛ぶことなんだみたいなことを僕らはそれでどうぞオブザゲンクを見て <laughs> つ強いやつってどこまでも強いんだなみたいなあ,あ、ね、でもありますねはい <laughs> これ見ても、うんね、強いやつはいつまで,でも強いので、はい、<laughs> なんかそれを感じましたけどでもあの三国無双遊んでる人も多分同じタイミングでそれを感じてて <laughs> <laughs> なるほどなるほど無双乱舞で人があの 飛んでいくのがいい機動戦なんだなっていうのを <laughs> 学習してたと思うんですよでそれをそのままこの実写映画のスケールでやったらこうなったみたいなことだと思うのでやっぱりこ,ここ20年ぐらいのこう積み重ねみたいなものもやっぱありますねそっか僕今じゃあロードオブザリングと言いましたけどひょっとしたら若い世代はある種ゲーム的な感性でこれをなんか受け止めてる可能性あるってことですかねあそうですねでもそのやっぱボス倒したら勝ちみたいなところもありますしうんうんうん,うん、うん <laughs> あ、なるほどね。<laughs> はい。あ、やっぱ漫画が原作っていうところはあるとは思うんですけど、まあ、はい、かなりハイブリッドな映画にはなってるかなとは思いますね。いや、本当、そうですね。うん、いや、これ続くんですよね。<laughs> どうなんでしょうね。あの、まあ、ね、いや、正直、そのキングダムが七十。 以上続いてるっていうことももうすごくてあの絵柄であの密度で、まあ、しかもねお休み挟みつつも週刊連載だっていうところで言うと、まあ、週刊連載漫画家さん本当にすごいなっていうのはいつも思ってるんですけどそれに対してこの映画も本当に続いていってほしいけど贅沢は言えないよみたいなところもあって。 いやそうなん,ですよなんかこう、はい、のんきに無責任に毎年見たいですって言いたいですけどんかそうしたら多分みんな死んじゃうみたいな気持ちもあるんで、はい、なんかちゃんと体をいたわりながら <laughs> あのでも結構その原作通りにやっているじゃないですかこの映画って、はい、まあ細かいエピソードは省いてるところあると思うんですけど、まあ、なんだかんだで今回は16巻ぐらいまでのエピソードっていうところでまあい 一番大きい戦いは多分その韓国間の戦いっていうのが今後ね戦国四十でこう新対それ以外っていうところがあるのかなって勝手に思ってたんですけどでも少なくともこの「大きい将軍の最後」っていうところで綺麗にまとまってはいつつ漫画読んでない方はちょっとびっどうなんでしょうね消化不良なのかなとかもう考えちゃいますよねいやめちゃめちゃ消化不良だと思いますよ。<laughs> <laughs> <あの笑> 大将軍の帰還だって言って行くぞお前らって言っていやこれからシンっどうなのかしらとかシンとはいるけどみたいな <laughs>、うん、まあリ,リボクとなんかえ戦わないのとかいいろろそうだリ,リボクですよね問題は <laughs> 問題リボクですよそれはなんかあいつがラスボスだろうみたいな風にみんな思うのでえー、なんか戦わないのってみんな思いますよ映画しか知らないと、はい、そうかじゃあやっぱ続くのかそうですよだから あの教会もねすごい漫画から直接来たような感じだなと思ったんですけどリボクなんかもう本当になんて言うんでしょうね一人だけ「俺はこれでいく」みたいな感じのこう青い真っ青な衣装を着て、はい、漫画から飛び出てきたような感じで髪型も再現度高,高いですしそっかまあ、た確かにでも、はい、あの小栗旬の芝居って完全にえっとな,なんだっけ 鎌倉殿の十三人の北条氏とかじゃんって思いながら見てましたけど。戦略家っていうか。はいはいはい。なんかその感じが。ちょっとどこか、なんか禅の心をまだ宿してるというか。うん。だって無駄な死は許せませんみたいなことを言ったりするんで。そうですね。まあ戦術家っていう意味では、うん、だって真の方がやっぱ。やばいじゃないですか。あの。<う>いろんなね、歴史のやつを見てると、ば、バイオの戦いだって。数十万人の人。 兵をめにしたみたみいなな話でんて悪いやつらだってなってしまうし、うん、まあやっぱねのあのキングダムはねシンから描いた「春秋戦国」って話ですけどね、まあ、いろんな作品読むとまあそうなんですよね <laughs> まあそこを相対化するっていう意味でもすごい李牧って重要なキャラクターなんですけどまあそこを登場までやっときたっていうところでちょっと怖いところはありますけれども。 いや、まあ、どうなるんだろうな本当に見たいけどい、まあ、もし僕がプロデューサーの立場だったら、はい、もうなんか567ぐらいはまとめて一気に撮って1年,ずつ1年後に公開みたいなのをもう本当にもう1年ぐらいもうギュッと拘束しちゃってスタッフは役者もちょっとねそういう体制じゃないと身も心も持たないと思いますし。<laughs> <laughs> まあ、ある程度もう人が入るコンテンツであることはもう証明されてると思いますからまあそのぐらいのことは、まあ、あとは今、ま、さき健人って多分一番今売れてる俳優さんの人だと思うんでちゃんとその,のスケジュールをどう抑えるかとかだと思うんで <laughs> ですかねあと今回「そ YOTAN」はの長澤まさみ私すごい大好きなんですけど見れて嬉しかったっていう感想ですけど <laughs>。 ちょっとしか出てこない番もね減っていくんでしょうけどやっぱあの1作目はあの「陽太郎の長澤まさみ」が本当にもううっとりするぐらいかっこよかったなっていうのを今になって。あキングナムは、えっと、女性が全員かっこいいです、ね、いや本当にもう女優さんまあ本当今をときめく、ね、女優さんばっかり出てるっていうのもあるとは思うんですけれども。うん ずっとなんかこう泥だらけになってもこう目はちょっとキラッと輝いてるような感じでそうでなんか強さの種類が違うっていうかうん,、うん、なんかちゃんとそこも描き分けてる感じがしてだから漫画読んでないとなんか長澤まさみがね最後あの手勢連れてやってきて助けに来てくれるんじゃないかみたいな反ソロ的な期待をしてる人もいたと思うんですけど<笑><笑>、まあ、残念ながら 来その敵しか来ないみたいな感じだったんで <laughs> <笑><笑>残念でしたけどいや気になる難しいのはね <laughs> そのまあ実写化する上で。 まあちょっと原作改編してもいいよねみたいな雰囲気ってまあなくはないと思うんですけどこっちあのキングダムに関しては史実があるので逆にそれができしにくいっていうのもあってなんか難しいですね、うん、<laughs> そうですね、まあ、だいぶ忠実あのちょっと入れ替えるとかちょっとここを割愛しますってありますけど割と忠実に進んでると思うのでし、はい、かも、まあね、漫画家作者自身が脚本にも入ってるってことでだいぶ、ねうん、映画にもコミットしてるってこともあるでしょうから、まあ、そういう意味ではなんかすごくいい。 いい関係で漫画と映画のいい関係で進んでるんじゃないかなと思いますけどね、うん、そうですねまあこの辺りはこう「アイアム・アヒーロー」を取った佐藤信介監督ということでまあ今後もねマイアヒーロー <laughs> いや本当に素晴らしかったですね <laughs> 今後はね <laughs> 僕らのヒーローアカデミアとかねもう本当にキャリア的にもいろんなこうブリーチだったりとかもそうですねまあ原作漫画を実写映画にするっていう手腕では本当に類を見ない監督だと思いますのでねその辺のノウハウも、はい 今後なんか広く業界でこう共有されるとまたいいのかもなとか考えちゃいますよねまあでも特に共有されてるでしょうし <laughs> いっぱいお風呂着ても身一つなんで、まあ、選んで仕事をしてるし <laughs> うそうですね <laughs> いや本当にこの映画そう今話してても原作のカロリーもそうですけどもうとにかくみんなのそうスタッフとかキャストの苦労というかもう命削って作ってるっていうのがすごい伝わってくる <laughs> <画>すす。ごい伝わります本当に。<laughs> はい もう健やかに、うん、いはい、続きを作ってください。はい、続きを作るにしても少やかに皆さんいてくださいという気持ちになりますね。うすねもう元気つけて、はい、いっぱいご飯食べて、どういう目線で喋ってるかわかんないですけど <laughs> <や>、なんか圧倒されちゃってやっぱこのこの,この映画の作り自体がね、そのすごい人をすごいなと思いながら見る人たちの気持ちっていうのも織り込んであるっていうのがね、ちょっとなかなかない映画だと思うので。はい。<laughs> いや本当にあの先ほど。 竹島さんがおっしゃったその絵を入れるためにすごいアクロスアップの時間が長いっていうところで言うと、<ん>私は本当ラストシーンの<ん>あの高勝<う>文くんのこう震えながらこう腰を痛むシーンがすごいなんというか名演技ですよね。<laughs> ブラブラブラ,ブラ,ブラって。えっと確認ですがあれ笑っていいシーンですよね。ちょっと私もでもちょっとふって笑ってしまったんですけど。<laughs> <laughs> あれあれは僕は完全に笑っていいシーンだと思ってますけど。<laughs> すごいセンスですよあれはちょっといいましたもん着長いした長、ね、結構すごいずっとあまだまだ見れるんだこれこのちょっと名演技をと思っていや本当ににんか漫画と実写のはざまを漂う演技でしたよねあれは。そうですね漂って <laughs> 出るまあ頼って,いる漂っているのかな漂ってますね, <laughs> ねちょっともう高島正弘高島兄力を見せつかれました、ねうん、いや本当にずっとね顔芸をね見せてくれてたんですけどここに来てちょっとこうクライマックスだなっていうのを思ったんですけど<笑><笑>ありがとうございます独特の見方はい <laughs> その後ねしずあがすごいこう静かな涙を流すっていうところのはい生と道の感じもあって、ね、なんか結構クソッとくるようなやっぱこう なんでしょうねエモが突破してこっちはちょっと思わず笑ってしまうようなシーンっていうのもあったんですけれども。ありました。<laughs> は<い>ね、<laughs> そのバランスすごいですよねこの絵は。本当になんとに何かこうずっと緊張状態でいるとやっぱ疲れるんですけど146分、うん、結構なんかずっと見てられるっていうのもすごいですよねだから。いやうんそ,れそのバランスが本当素晴らしいと思いますし、うん、だからテンっていうその橋本環奈のキャラクターが、はい。 まあ彼女はもう戦場に行かないで割とその観察者としての役割になっちゃいましたけどだから割と彼女がいることで今状況はどうだっていうのも分かるし割とちょっとコメディーリーフ的な側面があると思うんで彼女が彼女のえと役割って。だからちょっと あのどんどんね死体が転がっていくシーンの後に橋本環奈でくるとちょっとホッとするみたいな気持ちもすごいやっぱかわいいなと思ってちょっと見てか,、ね、<laughs> かわいいなみたいな手 <laughs> いいなみたいな気持ちになるんでちょっとちゃんと一息つけるっていうところを。 さっきの高嶋兄の高兄、えーうん、お力も含めあるのがいいいもうちょっともう一回見たいのでちょっと音がいい劇、ね、場でもう一回見ようかなと思いますね。ということでね今回「キングダム大将軍」の期間ちょっと本当今の日本映画スペクタクルがあるようなタイプのね大規模な日本映画を見る語る上ではちょっと必見の作品では間違いないかなっていうのは私と竹島さんの <Okay. S 1>、はい、一致した意見かなと思いますので、はいはい、皆さんご覧になった方ねぜひぜひコメント欄で 感想などいただければありがたいなと思いますはい、ということで本日ご視聴いただきありがとうございました本日竹島さんありがとうございましたありがとうございましたはい、いいねボタンチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、えー、ご視聴いただきありがとうございましたバイバーイ